静岡地区。それは言ったもの18キッパーの一手に立ちはだかる圧倒的な長さを誇る壁。東海道線の東京から神戸までは実に 589.5 キロ。静岡地区はそのうち3割以上を占めます。鳥取には3時間以上はかかり、その果てしなさから静岡大陸とも揶揄されています。しかし18切符でいろんな路線を乗ってきても静岡地区ほどバラエティに富んだ区間はありません。今回はその良さを再発見していく動画です。よろしくお願いします。あ、今回の動画は静岡駅を境に前後編に分けます。ちなみに静岡地区を牛耳っている車両は313系と211系の2種類です。例外を除き、どちらもロングシートです。直直量形式が並結されます。その時は好きな方を選びましょう。私はスポン313系の方に乗ります。というわけで乗車時間まあまあギリギリの中、客席が出るほどのお客さんを乗せ熱海発車。まずは沼津行きで少し西へ。太宰治や谷崎潤一郎が愛した旅館紀雲閣に加え、不合地商用がその晩年を別荘で過ごした、たくさんの文豪が愛した地、熱海を E231系に見守られながら発車。ところでここ熱海の温泉は有名ですが、熱海にはそれに関する伝説があるそう。ある箱根の商人が、熱海の民とお魚を救おうと、海中の温泉を熱海に移すよう主張し、ついでに神社まで作って、大衆が温泉で取り引できるようにした。という伝説。いい伝説ではありますが、同じ温泉地、箱根の力を借るというのは、なんとも皮肉なもののような気がします。実際に歩くとわかりますが、熱海は鬼のように坂が多いです。坂で疲れさせて温泉に入らせるという、がっぽり無限ループが構築できそうなこと。列車は伊東線の木の宮駅を通過中。東海道線の駅じゃないし全面禁煙の駅なのに、JT とかいう喫煙ナンバリングが付けられている駅。熱海からは 1.2 キロですが、ケツって徒歩で行くのはやめましょう。30メートルのアップダウンが待ってます。その木の宮駅を過ぎたら、いよいよ丹那トンネル。この丹那トンネルは本来7年で完成するはずでしたが、実際は16年を要したとのこと。序盤は手彫りの重労働。20メートルの断層を含むのに4年半以上。犠牲者は67人。まさに難工事でした。ちなみに熱海梅園の少し東には、殉職者の慰霊碑が存在します。数々の犠牲を生んだ丹那トンネル。県外だからといって躍起にならず、その方々に思いを馳せましょう。でもやっぱり電波は欲しいですよね。ドアから手を離せと言われているのに、ドアにビデオカメラをガチガチに押し付けてます。よくない。神奈川県熱海市までは関東イズムガンガンでしたが、丹那山地を越えれば静岡色が少し出てきます。もう間もなく関南、地味に難読。ここからが JR 東海管轄の駅です。関南って呼びたくなりますよね。駅開業前までは、本当にそう呼ばれていました。誰ですか、オッパ関南スタイルってちゃちゃ入れた人。明治時代の市町村制施工時は、関南村。駅開業で、関南、という読みが広まって、昭和時代をもって正式に、関南町、となった感じです。ちなみに、関南町は神奈川の箱根町と隣り合ってます。箱根越えをする方のマジモンの東海道は、箱根町と関南町の境にある、箱根峠を越える感じ。鉄道を使ってるとあまり気づかないけど、結構面白いポイントですよね。あと徒歩つながりで余談をいたしますと、熱海から関南まで歩くのは本当にやめた方がいいです。すべてが信じられなくなります。さて、次が伊豆箱根鉄道駿津線の乗り換え駅でもおなじみ、三島駅。駿津線の線形はこんな風に、まあまあやばい形になっているんですが、これは東海道線のルートが、難所を避けるべく、御殿場線形になった時代まで遡りまして、その昔、東海道線のルート的に、三島には鉄道がなく、町がだんだんオワコンになっていきました。せめて三島に近い長泉村に駅を作ってください。何でもしますから、という提案もあえなく却下。そこに、沼津から大人までを結ぶ、輸送鉄道の計画という一筋の光が、三島市はその鉄道会社に向かって土地はタダでやるからと誘致し、タダより高いものはないの言葉を忘れた武装鉄道は、すんなり三島に鉄道を通しました。それで、東海道線開業9年後の1898年、武装鉄道との分岐駅として下戸刈駅が開業。武装鉄道は、無理のない線形、で下戸刈駅まで接続していました。下戸刈駅には、武装鉄道の線路跡がまだ見えますよ。でも丹那トンネルで新、東海道線が開業すると、三島駅は今の駅に。それで今みたいな、ラブストーリーは突然に、を反転させたみたいな典型になりました。ちなみに下戸刈、旧三島駅は義理駿河国をかすめていますが、三島駅が移転した今となっては、もはや駿河線に駿河要素などはありません。駿河国を通してないのに駿河線なんて、おこがましいとは思わないんですか？
というわけで、熱海から14分くらいで三島発車。向こうにはラブライブラッピングのスンズ戦車両が、随分昔に乗ったことがあるような気がする車両です。さて次は沼津。日本一深い湾である駿河湾に面し、味の干物の生産量日本一を誇る市です。鉄道的には構図で分かれた御殿場線と再び接続し、鉄道消火で歌われるルートに戻ります。そしてこの便はショートラン列車なので、沼津で乗り換えることになります。熱海から浜松、豊橋まで行く便も結構あるのですが、今回は残念。まあいずれにせよ途中下車する予定だったので、そこまで問題にはなりませんが。というわけで沼津到着。熱海から21キロ。まだ7分の1程度。先は長い。平然ガラガラってる東中線の横を通りまして、コーヒーを蓄え、関取合戦を放棄して、のほほんと次乗る車両を移します。どうせロングシートで、撮影中ずっと立ってるので、確保したところで意味ないです。JR 東日本の車両の両分を侵略してくる、在来線のターミナル駅、沼津駅を出まして、お次が片浜。1987年3月21日開業、国鉄民営化が同年4月1日なので、JMR 期は2週間にも満ちていませんでした。熱海から草薙までの駅の中では、一番新しい駅です。この辺りまで来ると、北側には白くて青い、雄大な富士山が見えるはずなんですが、白くて青い空に阻まれて、あいにく見えないようです。次は原。東海道の宿場町から、原町、と呼ばれていた地です。駅名もそこから取ってきてます。ちなみにその宿場の名前は、原宿です。常に前衛的なグルメやファッションで大衆を支配する、あっちの原宿とは違い、本陣は本陣旗小屋と揃った、レッツとした宿場です。昔は火災、高潮の被害にもあったかわいそうな地。駅舎も、どことなく宿場だったという雰囲気を漂わせます。そして次が東田五の裏。313系の車内表示器は、右上に出てるやつみたいな表示になります。五文字駅名にかけられた、女子なしの呪い。特殊飛行室では、ユニオ派が一番重要ですが、そしてこの付近では、南側に目を向けると、たまーに千本松原が見えてきます。砂浜と松が織りなす美しさを称える、発車青春百選にも選ばれた場所。実際に松原の中を歩いたことあるんですが、結構神秘的な気がして、いいですよ。それと並行する千本通りもまた良き。東海道線近辺を歩くなら、個人的にここがおすすめ。吉原付近の東海工業地域がぐんぐん近くなってくるのを見るのは、かなりモチベにつながりますよ。さて、東田五の裏で富士市に入り、次の停車駅は工場あふれる地、吉原。富士の付近では、富士山から流れ注ぐ水を使った、製紙、トルク工業が盛んですね。やましい気持ちはないのに、なぜか一発で変換できませんでした。さて、明治時代から化学製品や工業の導入など、常に一歩先を行っていた富士の製紙業。大正、昭和時代には1円で売られた円本で栄え、戦中には軍需工場に置き換わったものもある工場。東海道線からでもそんな工場はたくさん見え、ロックマンのステージを貫いてるみたいで面白いですが、さらなるスチームパンクを求める方は、ぜひ吉原で乗り換えて岳南鉄道線へ。何も止まっていない岳南電車の吉原駅ホームの横を抜け、次は富士駅。なんか横からニュッと湘南新宿ラインか何かが顔を出しそうな、都会並みの線路の多さですが、これは吉原を起点に、貨物列車がエクストリームを往復していた名残です。あの岳南鉄道の線路だって、昔は貨物が行き交ってました。岳南鉄道はそれでがっぽりエビデイしていたわけですが、2012年3月をもって、ここ吉原発着の貨物は廃止に。当然岳南電車の経営も危うし、で、吉原駅の線路が手持ち無沙汰になって困ったわけですが、そこはさすが岳南電車。今は岳南電車が運転体験のイベントを、例の余った線路で実現しています。静岡地区の顔ぶれが徐々に変わっていく中、岳南電車のあり方も少しずつ変わる。なんて。さて、田子の浦港をこの辺りで過ぎまして、次は富士駅。そして向こうに目をやると、高規格そうな何かが、国道1号、富士流バイパスの壁に隠れて見えづらいかもしれませんが、この辺りで新幹線とクロス。
あちらは富士より少し南東にある、新富士駅めがけ突き進みます。あちらは創価学会との鉄橋分離が行われた影響で、富士山と工場に囲まれた地味駅に、まあ元から地元の定番駅だったので、別にああいういざこざがなくても開業はした駅だとは思いますが、あそこでまた余談ですが、富士の工場群を見たいなら、在来線より新幹線に乗った方が綺麗に見えます。さて、JR 東海、JR 貨物の富士駅到着。あたりではコンテナがテトリスのごとく、整然と佇んでます。またこの JR 貨物の富士駅、道路と駅が直結しているため、コンテナの搬送が非常に楽です。なんかもう吉原駅がかわいそうに思えてきますが、仕方ないです。生殺与奪の件は、JR グループが握ってます。これまた例のいざこざで、ルートが左に偏った身延線と接続する、富士駅を出まして、次は富士川。川を渡った向こう側にありますが、まだ富士市の駅です。そしてここいらで熊川、最上川と並び、日本三大急流にも数えられる、富士川を渡ります。恐怖、こっち側の車窓だと川が映らない。それはともかくこの富士川、急流となると当然洪水が起こるわけでして、その昔、富士川は富士駅のあたり、鹿島平野を蛇行しながら通っていたわけですが、堤防もないので、悪い子富士川はしばしば、トイレじゃない農地でお漏らししてました。そこで江戸時代、デカ長い堤防を建てることにしました。それが狩金包みって言います。古郡氏により三代50年もの尽力、生き埋めという名の人柱まで建てて完成。結果、鹿島五千石の米どころ、とか言われるまでに、豊かな土地になりました。すでにある土壌に嘆くんじゃない。それを覆して変えていくことが重要。短期的な成果ばかり追い求めるんじゃない。そういう教訓ですね。校長先生の皆様、これ朝礼のネタというか、費用として使っていいですよ。お願いします。さて次は新神原。ここからデカシティ静岡市に入ります。中駅連続静岡市。同県のドカドカ合併したクソデカシティ浜松市が、全国2位の面積を誇っているのは有名ですが、静岡市もバコバコ合併し、全国5位の面積を誇っていたりします。静岡大陸の中にさらに国があるみたいな感じがして、なんだか濃いですね。その次は神原。清水区の中にある15番目の宿場町を、ガシガシ駆け抜けていきます。清水駅からは15キロ離れていますが、国道1号と青い空と神原海岸の、ミルフィーユのごとき風景の中を行きます。海は、心の目で見てください。そんな心を持ち合わせていなくても、由比のあたりまで来れば、桜エビ、シラスで有名な由比港と、駿河湾がじわじわ見えてきます。実は桜エビ漁業で栄養が認められているのは、この駿河湾が唯一。少し高いですが、駅近辺では桜エビのかき揚げが食べられますよ。最近18切符で静岡市行ったんですが、由比あたりはおすすめです。天候と環境が良ければ、桜エビを食べた後、そのままの海苔で刺した醤油で絶景まで味わえます。天気と環境が良ければですが、その刺った醤油のあまりにも有名な図は、歌川広重の東海道53次の、由比にも描かれましたが、ちょうど今通っているところがまさにそうです。由比パーキングエリアが見える位置のあたり、去った峠という名の由来ですが、鎌倉時代、菩薩様が近辺の浜で漁師の網に引っかかりまして、そのドジッコ地蔵菩薩を山の上に祀りました。ちなみに菩薩は、菩提去った、と言います。ドジッコって言うとたたられるかもしれませんが、ともかく、今も昔も東海道ブームに乗じた和光道を潰すその険しい峠は、こうして去った峠と名が付きました。ちなみに、由比から興津の方に徒歩で抜ける場合、去った峠をわざわざ通る必要はありません。由比付近の歩道橋から国道1号、富士由比バイパスに接続してます。歩けます。あんたら歩行者、自転車はこっちね、っていう看板も、ちゃんとありますよ。潮風を浴びつつ由比から興津まで歩くなら、このルートです。あーでもどうせ同じとこ歩くなら去った峠越えたい？そうですよね。興津川を越えれば、列車はもう間もなく興津駅に到着。静岡県のみかんといえば三日日が有名ですが、ここ清水区の地域でもよく取れます。去った峠を歩くと、なんかいろいろ柑橘類が落ちてます。ちなみに静岡県のみかん生産量は全国3位。去年度は県内で10万トンほど生産したそうです。一昨年は愛媛をしないで2位でしたが。さて、閑静な町興津で本数を増やしまして、次の停車駅は清水。意外にも下り、由比方面列車の興津行きは、現在は存在しないようです。それだけ、ここからしっかり市街地に入っていくといった感じです。そしてここいらから工場が見え始めます。東海工業地域らしいポイントです。言ったなんですが、静岡市は東海工業地域の中でだいぶ影が薄いです。港も道路も鉄路も整っている静岡市。プラモデルの生産に関しては強々です。
プラモの出荷額で言ったら全国の約9割を占め、超独走状態。ちなみにプラモデルが有名なあまり、静岡市は街をプラモデル化しようと画策してます。これは、マジです。PR 看板、ポストや公衆電話まで、静岡市をプラモデルで包み込んじゃおうとしてます。街を未完成にしようとしてる？あのほら、夢に立っていいじゃないですか。はい、で、なんでプラモでプロモする街になったかというと、江戸時代に移り住んできた木工職人がその発端。北部行けば木材がたらっくあるんですから、そりゃあ移り住みます。そうして木製の模型が製造されるように。そして戦後、アメリカからプラ製模型、プラモデルの輸入がスタート。ちょっと軌道変えるんをして、静岡側もプラモデルに舵を切り始めたのでした。清水到着。付近には清水港。松原で有名な美保地域まで行く船も出てます。次が草薙。草薙という地名について、古事記に少し面白い伝説があるのでそれをば。その昔、ヤマトタケルがおりまして、この地の族から焼き打ちを食らいそうに。そこで、彼は草薙の剣を振りかざし、草を刈って焼き、迎え火で族を反撃。それからこの地が草薙と呼ばれるようになりました。と同時に、焼津とも呼ばれるようになりました。ちなみに相模国での出来事です。めでたしめでたし、めでたくないですね。ツッコミどころ満載ですね。まず我々が今通っているところは駿河国ですが、古事記では相模国ということにされています。まあこれは日本書紀で駿河国に修正されているので、ただのミスだと思うんですが、焼津と草薙が一緒くたにされているのも、これまた謎ポイントです。まあこれは、多分ガバでしょう。昔基準で見ればどっちも一緒。誤差。とりあえずここら一帯には、そうした伝説があるってことで、今度こそめでたしめでたし。さて列車は清水駅の少し南、新清水駅から伸びる、静岡鉄道静岡清水線と並びます。運が良ければ何か車両を見ることができますが、今回は、まさかの休憩式の列車、静鉄線系。しかも以前乗ったことがあるちびまる子ちゃんラストレ。A3000 系っていう、首都圏私鉄ライクな車両が約8割を占める中で、これは結構運がいいです。で、さっきの線系ね、もうそろそろ50歳です。そんで静鉄には残り3編成しかいません。でも取り回しも状態も結構良い車両なので、越前鉄道、熊本電鉄に譲渡されています。地方私鉄は、小学校によくあったガピガピの雑巾と同じく、車両をボロボロになるまで使いがちなので、地方私鉄間の譲渡は、ちょっとレアだったりします。再来年ぐらいまでには引退しそうなので、伸び伸び乗るなら今です。でも静鉄で伸び伸び座席ごっこはやらないでくださいね。さて静鉄と並んで走る区間はせいぜい2キロちょい。静鉄の狐ヶ崎を過ぎてしばらくしたら分かれます。ピントが終わってますか？私も熱海からずっとタキッとで足が終わってるので、静岡着いたら休みます。カメラのバッテリーも危うい。さて次は東静岡。1998年開業と、割と新しめの駅です。去った峠の西を大胆に抜けていった東海道新幹線と、もうすでに並んでいます。さすが東海道新幹線。早いです。そして長いです。さらになんと言っても、早いです。あ、さっき、早いは言った？それはそうと、東海道新幹線は、この辺りで珍しく在来線と並び、地上へ。というのはここいらで、先に開業したであろう静岡鉄道の下をくぐっていったね。どうせ線路を通すなら、下手に勾配をつけるより、貨物駅そばのスペースを通すべきと、考えたからかも。あ、令和の静岡鉄道の顔、A3000 系もちゃっかりこんにちはしましたね。16両を見た後に2両を見ると、かわいい。東海道線とともに静岡市の鉄道を支える地方私鉄、A3000 系などのもと、ぜひ頑張ってもらいたいです。次でいよいよ静岡。長かった静岡地区も、ここまで来れば残り半分、と思いますよね。まだ静岡地区全体の4割しか走ってません。長い。湯の喫緊の JR 車庫で、静岡地区を走る211系、373系、313系などの面々に見守られ、車窓が一気にアーバン地見た感じになってきたら、いよいよ静岡駅です。時間的には熱海から静岡まで、だいたい80分です。静岡地区は、ちょくちょく休憩を挟んで、途中下車して思い出を作ると、楽しいです。グッバイと豊橋行き。てなわけでおります。ビルに囲まれ、隣には新幹線がいる、2面4線の大きな在来線ホーム、ターミナル駅の風格が漂います。たまたま373系の藤川号がいたので、とりあえず取っときます。こいつは富士駅まで東海道線を駆け抜け、そこでスイッチバックして身延線甲府駅に行く列車。東海道線内の停車駅は、快速と同じです。今、静岡地区に快速なんてねえよなめっか？とどっかから聞こえてきた気がしますが、
金土の遅い時間帯、三島発沼津着の便を延長運転させる形で、一本だけあるんです。停車駅は三島から富士の各駅と、清水、静岡のみ。なんと富士から静岡まで7駅も飛ばします。すごい。まだ残ってるのは、休日に静岡でウェイウェイするのに便利だからなんでしょうかね。さて、時刻は9時45分。朝を早めに食べたので小腹が空いてきました。静岡駅といったらチーズの風味とタバスコの味変を楽しむ、チーズそばが有名ですが、今回はあえて、別の近くのお店でご飯を食べることにします。というわけで改札を出まして、南口にやってまいりました。行ってしまうと栄えてない方の出口です。この JR 東海の静岡支社がある方の出口です。で、突然ですが皆さん、JR 東海はお好きですか？あ、嫌い？そうですか。とにかく、今回はそれに関連するところに行ってみます。まずはまっすぐ。っていうか、線路沿いを浜松方面に歩いていけばすぐ着きます。道案内すると、かえってややこしくなることって、あるよね。気づいちゃった気づいちゃったわー。ここです。JR 新幹線食堂ってところ。駅から歩いて5分ほど。JR 職員向けの食堂ですが、一般人でも普通に利用できますし、できました。平日昼間までという制約はありますが、結構有用です。じゃあ入りましょう。はい。カレーライスと、大皿です。計540円。結構リーズナブルです。おかずは大皿と小皿があるんですが、いろいろなバリエーションがあって、どこか懐かしいし、普通に美味しかったです。この食堂が、JR の活力になっている。ごちそうさまでした。というわけで、前編はこんな感じで終わります。まだ100キロ以上残っていますが、大陸らしく、文化や風土がだいぶ違いますので、後半も頑張りましょう。それではここまでのご視聴ありがとうございました。終わります。